引き続き文部科学大臣並びに内閣府特命担当大臣科学技術政策を拝命いたしました川端達夫でございます。よろしくお願いしたいと思います。私の担当は教育、文化、スポーツ、そして科学技術、これは文部科学大臣としての科学技術と特命担当大臣としての両方ありますが、の以上であります。教育と科学技術はまさに人を育て地を生み出すという国の根幹に関わる現在、そして将来、そして世界にも関わる大変大事な政策であります。また文化やスポーツは人の生き方として、その国の在り方も含めて、これまた国の在り方としての大きな政策の分野でございます。そういう意味で引き続きこれらの分野がしっかりと充実強化されるように諸課題に全力で取り組んでまいりたいと思いますので、ご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。私の方からは以上でございます。はい、ご質問どうぞ。はい。はい。はい。教員免許更新制を含めたはい。教員養成課程の見直しはい。これまでの取り組みになりましたが、はい。新内閣ではい。どのように取り組んでいかれるか改めてお願いします。はい。教育の分野で、非常に教育に特に教員に求められる課題というのが環境の変化、授業の中身が随分増えた、あるいは社会環境の中で子どもを取り巻く環境も変わってきた、父兄の問題、保護者の失礼しました保護者の問題、地域の問題ということで教員の質を向上させたい、そして数も増やしたいということでございます。これで、いわゆる我々始めました塾議ということでですね、幅広い皆さんからいろんなご意見をいただくということと同時に、先般教員免許も含めて質を向上させるということでのあり方について地方教育審議会に諮問させていただきました。今年中に結論をいただくという前提でまさにご議論を始めていただいたところであります。それと塾議の広範な意見との合わせながら我々としてはまとめていきたいと思っております。はい。朝日新聞の石川です。はい。菅総理からはどういうことに取り組んでほしいと今日お話が出たんでしょうか。はい。一つはですね、いわゆる高校無償化、実質無償化の政策がスタートさせていただきましたが、引き続き奨学金の充実等を含めて、意思ある人がしっかりと教育勉強ができるようにという教育環境を整えることを努めなさいということ、そして将来の日本を支える人材を育てるために教員の質の向上、数を充実ということにも質の高い教育を作るということで取り組みなさい、そして大学や研究機関の教育力、研究力を強化して科学技術で世界をリードするということに努めなさい。そして、科学技術政策担当でございますので、科学技術政策の基本戦略を策定する、あるいは評価する、産学官協働する、イノベーションを創出する、そういう各班のことに対して、IT 戦略、知財戦略も含めて、しっかりとやるようにというご指示でございました。はい。共同通信の小宮です。和歌山内閣のメンバーの多くの方が退任されました。はい。菅総理の下で政治主導への一層の取り組みが求められますが、はい。ご紹介いただけたというようなお話も伺っています。はい。ご自身についてのお考えを聞かせてください。はい。間違いなく政権交代で私は新しい政治がスタートできたというふうに思っています。そういう意味で、菅総理が任命権者として私も含めてお選びをいただいたわけですが、その期待に応えるべく攻めを果たしていくのが一番大事なことだと思っています。はい、最後でお願いします。はい、今回の就任ではそのようなことは予定をされていますか。あ、
継続でございますので、再任させていただきましたので、大きな方針転換ということではありませんので、今まで、手がけてきたもの、手がけようとしているもの含めて、しっかりと継続して、やっていきたいと思いますし、総理の指示書もですね、基本的なスタンスとしては同じ部分でいただいておりますので、そうやっていきたいと思っています。はい、川端大臣、どうもありがとうございました。